ロナウシンです。何やってんだよ、ロナウド。今季は後半からの出場が多かったから、スポダム調教がロナウドとか、いつか来るじゃねえかって、期待に胸バインバインさせてたのに、なんでお前、サウジアラビアードになってんだよ。 SR いらねえんだよ、何がスーパーレアだ。もう FP なれねえんだぞ。もうこの先とて活躍しようが、お前は N7 なんだよ。ちくしょう。ウィリ時代くらい強烈なロナウドがいつか使えると思っていたのに、その可能性が完全に潰れてしまった。一体どうしたらいいんだ。そんなファン見捨てる坊より俺を使えよ、令和チャンネル。その声はまさかファン見捨てるロイ。ロナウドと同じ体格で、この圧倒的オフェンスセンスと決定力、絶対ゴール前に転がったボールバコバコ決めてくれるやん。確かにロナウドに比べて足元とか空中戦の性能に関してはないやけど、その代わりスピードあってワンパールやん。ノーシュパス攻撃の前に打ってつけやん。ということで、このボックスストライカー置いたらうまいこといかしな、4321のてっぺんでファン見捨てるロイ置いてシュートバコバコ打っていきたいと思います。とりあえずいや、本当はもっとドリブルスーツとか振ってもね、あのファンニーステルローいいところ出てくるんですけどね、あえて捨てました。結局センターフォワードの人間に何を求めとるかって言ったら、それもうゴール決める力やから。最近はめっちゃそう、なんやかんや決定力低くても点入るよねみたいな感じで、決定力あんまり振ってなかった俺に天罰が下ってる。もうその反動で決定力クソ降りましたから。まあ、基本的にニステルローイはボール持たない、もう捨てる、ボール捨てるボーイ。ワンタッチパスでパンパンボール回して、で最終的にゴール前飛び出してシュートドカンって決めるみたいな、そういう感じのザストライカーみたいな動きをねしてもらおうと思う。そしてセンターも見てください、フィカーの友に連れてきました。私どうやらね、グバルディオールと馬が合わなディオールなんで、トモリ連れてきましたよということで、これも功を奏していただきたい。行くぞ、ね、はいしゃい。ということで、絶好調の二人もぶち込んでやっていきましょうかね、景気よくね。あ、ドクペ。しかもね、ニステルローイを使おうと思った一番の理由は、ニステルローイになんかちょっと前の動画がなんかね、ボッコボコンされたよな。なんか抜き出しというか動き出しやばすぎて。だから、基本的にボール持ってから、ニステルローイをずーっと見守っていきたいと思います。見守ってるボーイですね、我々が。かか、いけるぞ、取れるぞ、はーい。あ、そうか、俺ピタシを持ってきたからね、ピタシも頑張ったし、フィカーよともに、いいヘディングじゃねえか、それを求めていたぜ。いかに事故らないか、それが大事ですからね。本当に二周免許だと思ってください。メシ、バーストしちゃおっか。スペース空いたらメシではボール持ってちゃう。ここから、流ます。あー、ちょっとコースがな。これはアスピリ行っちゃっていい、取れるでしょ、取れるような。サイド流してかくからワンパ。ワンパじゃないね、それね。ジョレンテナイス、いいフリーランだ。そしてここに、ミステルロイが入ってくるわけですよ。ボールだって若干重いが、決定力90中ってなんじゃこの人、決めろ、ビッグ、ビッグ、こういうシュートだぞ。ミステルロイ、ミステルロイ、ミステルロイじゃなくてニステルロイだ、間違えた名前。大阪の逆ラッパーみたいになっちゃった。リオネルメッシですね。あ、まあ、動き出しに関しては問題なかったんですけど、そっからのシュート頑張ってボールキープなっちゃった。オフサイドないやろ。いやでもなんか今2回チャンスあったから片方決めてほしかった。あ、いいフリーランや、ラッキー。マジでここでもう1回チャンス与えてるか。あれだな、ミスチルボーイだね、どっちかっていうと。なんかボーン、ボーイじゃなくてこいつロイなのに、なんで俺ペガサスかよ俺。間違えちゃう名前。メッシ中ぶち込んで、ファニスロイ、あーくそ。はい、クロスのボールにはね、おそらく強いはずなんですよ。なんでバンバン蹴っていきたい。浮いててもグランダでもかけない。これがニステル、ニステル決定のケツらかったけど、エアバトルケツったからこうなっちまったよ。突き払わされるんかい、結局。ベリガム、あ、いけるよ、もう決めようや。こんなにすぐにパスコース遮断されるようなゲームやったっけ。ファンニステルに速攻でボール渡します。で、これ、ワンツーやっちゃう。ベリガムから。すいません、いけるニステルロイ、この、オーダーボールの攻撃、これですよ、これだし、このシュート、このゲットブー、こんなん、マジ CR7 再来じゃろくて。このファンニステルロイの走行ルート、ファンニステルロイやばくね。このセンターバックからピューンって離れていってから最終的にボールと合致する感じ。恐ろしくエッチな合流でしたね。マジで俺じゃなきゃ精子出しちゃうよ。まあ分かったことは一つですね。ニステルロイにボールをバンバン渡してワンツーに抜けていってもらおう。ともり助かる。あ、ナイス。このワンツーいっちゃおう。ジョレンテ、ワンツーでオッケーだ。そうだな、ファンニステルロイ打てー、ボールコントロールか。わざわざ持とうと思っちゃったら若干なんかラグくなっちゃうから、それよくねえんだな。なるほど。ジョレンテスルーバスこっち援軍から中戻してファンニステルロイ。ワンシュー勝負だ、左足一戦。あ、いやー、ここでトモリが目の前だったけど、止めることができなかった。ザカリアが後ろからどついていく。ナイス、キミキ。フライパスいい。こんなのは危ないからな。アスピリが、なんでアスピリここ、お前サイドバックだろ、守備的な。嘘つくな。こう、ワン、ツー。ロジュ、こっち。で、ファニストルが、バーストで持ってく。フィジカルの、この突破力、この CR そのものよ、この破壊力、CR 復活じゃー。すげえ、俺が昔やられたこと、まんまやりかっしょる。推薦だったらファンディステルロイだとけ、やべえ、マジでおかしい。いや、思った以上にロナウド。いやいやいや、
しかもこういったパターンがファンにしてるローイがいい動き出しをするまで俺がボール頑張って持っとって頑張ってスルーパス出したとかじゃなくて適当なワンツー、これファンにしてるローイのオフザボール活かせる人間やったらもっと強いやろし、活かせる俺みたいな脳死ワンツー人間のめちゃめちゃ強い。なんだこれ。いや昔なんかそのやられた時はさ、ファンにしてるローイ使える相手が強いからとか思った時はファンにしてるローイが強いよ、あいつ腹立つ。だからとりあえずファンにしてるローイ取れるか取れんか置いといて、ファンにしてるローイにやられてもみんな何も思うことはない。それはそいつが上手いじゃなくてファンにしてるローイが強いだけ。確認する。うわガチャガチャー。あ、ID4123ね。フィジコがそのあるタイプじゃないから、あのもっとなんかね、しばき合いになったら負けるかと思ったけど、ガンガンマイクや。サイレンス鈴鹿みたいな感じ、戦闘渡せないわみたいな感じのね、そういうね、貪欲な精神感じますね。ここか、影から、スルーバス適当に蹴ってみた。ファンに、もうニステルロイなんとかしてくれると思ってから適当に蹴ったらいいか。ザカリア何でする人、お前交通整備のおじさんや。まずいって。ネスタ、ナイスハンド。イーットボールだったらね、ハンドオッケーなんで、問題ないです。ここやっといてから、メッシから立って、何をしょんや。おい、交通整備のおじさんから、これ駐車場ここ。仕方ねえさ。次行こうぜ、次。次行こうぜ。次行こうぜ。なくだらんわ。メッシか、床エル取れる。ナイス、そういうこと。前出しといて、カカ、ただまず、オッケーじゃない、ロードリーいたー。厳しい。ナイス、こっちはビルがいたー。すれば、こう、そう。で、ベリンガムから、ミステロイ、に、いやー、なんだそれ。中来る、そして、はいー。前蹴っといて、カカ。中からベリンガム、そう。で、ファンディストロイが、オフェンシブミッドフィールダー当てといて、メッシが、ちょ、ビルを邪魔すんなよー。お前、最終的にボール渡すから、もうあれや、もうサンドさんのクリスマスプレゼント先なんか見つけてから、あーったみたいな。最後渡すから、待っとけ。あー。うわ、落として、バカ野郎、ベリンガム。ミステロイ、前に持ってシュートこのくらー。いやでも俺今日は絶対腹立って決めとるけん。イライラするなー。そしてここに深いところだ。新しいセンターバック、振られてるのがいいかもしんねえ。なんでその球際の負けらすするんやー。守備能力振っとるじゃろか、そうならんために。右サイドバック、君使って、乙女使っても全員アドルじゃないけど、どういうことなんこれ。2試合目全然ニステリング足んないっすね。でもここで、ファンニステロイ、ファンニストリー、はぁはぁってやっとったら、いつもレイワちゃんになっちゃうから、落ち着け、勝利だ。勝利だけを見ろ。サイドを使う。ただまず、ニステロイ、はぁはぁ。まず、ここで落として、ゲレイロ、遠距離からこっち、行け行けおっしゃ、バカか。だから配送業やめろ。ちょうどね、ちょ、ユカエルの胸前向いて、ミステロイ行くか、行かない、変化。素晴らしい、このゲールを待っていた。すればこう、パニッシュする。ぶち込め、タッチでかすぎた。思った以上になりきた。もうちょい中に収まると思ったのに、トモリ先生、さすがっすよ。いいよ、新しく抜擢されてセンターバックやるね。ピルを立てます、うまい。パニッシュ落として、ゲレイロで、遠距離からボール持って、すればこっち、行け、止めせる、これいける、これ、これ行きたい、マジ行きたい。あとちょっとやのに、もう届いたいって、もうそこに。ミステロイ。バス。ここでぶちこ、ぶち、ぶちこ、ぶちこ、ぶちこ。バービー。取れそう。取れそう。ザカリア頑張れ。ザ。ザ。やられ方がなんかもうしょうもないもんな。ゲレーロボール持ってこ。お、これがすればすれば。で、ワン、ツーの水で援護こっち。いやいや、スピーダーな回答でよかった。なんか、ニステロイ絶対来る。そりゃーな、おい、しかもニステロじゃねえじゃねえか。ぜひあんなに手伝うのに、2対0と、ふざけんな、ぶちこみ見せろい、うわー、逃げろ、そう。で、君ひから、インパクトクロスで OK よ。なあ、遅えなあ。そんな、グッてやらんでやろ、グッて、お前、スマブラか。ここで冷静になるかどうかやから。で、こっち行くと思うよ。ポイ解除します。奪い返せ。エンクク、ファンにせろい、打ち込め、この、クワー、決定の90、クワー、この次距離やったら目の前ゴールキーパーとかでも駆け抜く、ぶち込んでほしいぜ。ここだ、ここに転がしてなんとかなる、ニステロイ。まあ1点ぐらい取り返そう、攻めてガビが前向く。それもこっちパス、あ、いいっすね。ジョリンデからどうするかって、中っしょ、無理だと分かっていた。ここでパスが入る、素晴らしい。ニステロイ落としてゲレロ、スルパスこっち、ここでぶっ、なあ、もう取るな、ずるいってお前ら、マジでニステロイのスペースつく、もうやだ、くだらねえ、クソ。2試合目になったら急に手入れなくなっちまったじゃねえか。裏の距離出演者も1個も使えなかったし、打ったら絶対入るのに打つまでがあまりに戻ってきて、お前元気だわや。そう、ストライカーがファンニステロイしかおらんから、そこを徹底マークされて、こういう風に対策されたらもう速攻はこうなっちまう。どうしたらええんだよ、おーい。シュー、その声はまさかシュー。
というわけでロナウド紹介したんですけど、正直もうこれ義務ですね。はい、義務ロナです。 GR7 マジで。とにかくロナウドはニステルロイのサポートをしてくれればいいから。でも確認するよ、ボールをもらいます、ワンツーします、ぶち込みます、終わり。この EU トゥブルというスポーツはそれだけのゲームになったから、マジそれ証明。オーケーオーケー。相手は毒状態2人、やれる。もう弱点だらけや。あそこパンパンってついたらもうヒデブーですよ。だから、ね、思考時間が長いな。もっとパンパンボール出してけ。もっと思考しろよ。思考思考するくせに思考しねえな、ザコが。取れる。ナイス、リュカエル。さあ、そのまま行けるちゃうか。おーい、お前の冒険心、嫌いじゃないな。ユタポン2号。止めます。と見せかけて、デンベレか？いや、違う子だろ。リュカエルなんですが、前にもう行っている。待て、待て、ストーリー。ワンパ持ってる。デンベレ走る。デンベレ走るよ。ここすればでいい。それでいいんだよ。ニステロイ、決めれっか。決めれよ、お前ら。インパクトなんか、そして入らんのかー。B ボタン全タブでバーストできなんてありえんぞ。そんなローンやるか。おねえ坊主ローンやん、それ。違う方のローン生きちゃってるよ。まあ、コーナーキックで決めてくれれば何でもいいけど。デブレデブレデブレ、お前がローンになるか。やっぱロナウドロナウドロナウドだー。執念のゴール、もう執着でさー、魂やな。ニステルロイは形にこだわってからシュート外し、は？その密集状、いやいや、ないやっぱニステルロイは実際 CR7 の模造品でしかなかったって感じっすね。はい、まあ、だってロナウドは形にはこだわらなかったけど、結果的にゴールを決めに取るからさすがだわ。なに今の、あのようわからんガッチャガチャの状態からボールぶち込まれてからさ、わけわからんくない？そんなことあるか。ロナウドボール持って、ニステルロナウド、俺がやるじゃない。ロナウド、お前のさ終わったんだよ。気づけロナウド、ニステルロイをみんな見たがっているんだ。もうええかわ、じゃあな、取ったらよくない？ニステルが勝てば勝てんって、空中で苦手。それロナウドの方に蹴って攻めて、ちょ、なんやこれ。だから一気に重なりやがって、君、ちょ、やるのやるの、取れちゃう。てか、ちょーい、なんでやねん、マジで。人めっちゃおるやん。お前らの密集ってなんだ。近くでボール見よるだけが、触れ、奪え、剣武士がやったら帰れや。怒んな、怒ったいつもで一緒だぞ、お好き。まだ2対1やからな、しかもなんなら、ともり、ナイス、返しでかい、タレパス、ピロ、これもタレパス、で、ロナウドから、サイドこっち空いてない。落として、落として、前ボラ、前ボラ、よっしゃー、これロナウドの必殺技ね。圧倒的なプロポスを生かした、このファールゲット能力。これこっち、3着のインパネパス、いける、いけるでしょ、ニステルロイ、いやだ、ちょっとロナウド、マジで。もう道や、ロードロナウドやん、マジ。はい、こっち。あーなんか体勢悪いな。パスうめえか、なんでもいいわ。バースト、いける。絶対セードルは遅えから、遅え、セードルは遅え、セードルは遅え。そういうこと。で、インパクトクロスゲット。ちょっと、遅えだろ、てめえ遅えだろが。なんでついてきたスピード終末球場の握り、パス取れるだろ。おかしいやって、数字が嘘つっける、この言うとおりのバカ。偏差値低いよ、このゲーム。なんだ、こっち。ここでニステロイ、来た。前で飛んでった。シュートぶち、シュー、セガチで。ピロ、取れるぞ、でかい。ロナウド落として、サンチこっち、ステップ、よっしゃ、よってきた。で、ここでシュート飛び込む。うわー、もう、お前、蹴ってる、打ってきたやつ。ちなみに俺はほんまに勝ちたいから、もうロナウド買います。ちょっと待って、ブレス。ワンパ、インパクトいらない。まあいいや。それだ、だー、決まってほしいなー。ペルティーレーレーがのシュートでも、ビッグダブル決定を決めちゃったら、決まってほしいなー。決めてくれや、打てるぞ。キミキ、もうインボルシュート、それです。熱い、熱かったな。でも熱かったからいいや、熱ければ何でもいいし。サンチョからインボルバス、フライでもガードでも何でもいいし。ニステロイ、エッグ決め、トレー、おいお前、そういう時はゴール決めれ、ウェーみたいにするんじゃ。ニアタイのボカボカ抜かれるバカみたいな、うちのゴール決めは見習え。平等にしろ、平等に。このホーインが、いける、あ、いける、そういうこと、それが言うとものゴール決めや、決めろ、決めろよ、おいおい、なんじゃこれ。ゴールキーパーが倒れちゃっても、お前らシュート決めれんのか。バカだろ、マジで。お前ら裏体育の野球部の方がシュート決めれるわい。決定力どこ置いてきたや。お母さんの腹から取ってこい。いける、決意見せんな、前向け、打て真面目に、おー、落ち着けよ。苦手な頭に行くな、持ち足行かせ。お前しんどい、落ち着かうな、頭だろ、そこ逆に。これバースト、サイド行こうぜ。そういうことな、コーティングクロスギをちゃんとやらんとダメ。見せかけて仲良く、君、タデ、レオン、タブラチ、よっしゃ、いけ、いけ、いけー、取れぞ、頼んだ。ファンにしたちょっと仲間同士で潰し合うな。おい、お前バカかよ。なんで12対10じゃないかんのや。青木、お前ら仲良くせえと言わん、邪魔すんな。ちょ、お前姉さん、お、やられんなよ、やられ、まぬけ、
行け、走れ、走れ、走れ、このクラスでかけるぞ。なあ、なんで、なんでかんで、ああ、もうつまらん、つまらんわ。見たことねえよこんな。しかも生徒の人間の欠点の影響も90やぞ。ありえるかこんなことが。ということでやります。遅えよ絶好調。ボコられてからもう絶好調じゃテンション上がらん。取れます、タレバスです。ロナウド、ニステロイ、いい抜け出した。あえてカンセルを使うかな。バースト行くぜ。で、こっから中ぶち込む。誰でもいい、ニステロイでも何でもいいぞ。何でもいい、ニステル、ニステルにしてほしかった。ピロ、これピロで打つわ。決めてくれー、決めろー、決めろー、決めろー。つまんねえだろー。手を取らなきゃ勝てない気分、手がねえで、つまんねえだろー。ニステロイ持ってく、もう一回ピルで、ロナウド渡して、もう一回で、ここでニステロイがやってくるだろうよ。いや、ちょっとだけ、いや、もうこいつダメだ、ダメだこいつら、何度走りねえのマジで。ああ、もう、ゾロとサーチみたいな感じで、お互い正当用意でなんかやりたいことがめっちゃ出てるみたいな。キリキ難所ちょっと前に失礼しますみたいな。ディズニーの撮影中に前に現れたやつみたいな。もうやめろ、おい、バカ、バーカ、クソつまんねえやーれ。うわ、いや、この後ワンズ、ネスタ。ナイス。オッケー、完璧。縦入れて、ベリンガム。サイド。あ、中でもいいや。ニステロイ。で、すぐニステロイメッシで使ったらダメから、こっからこう。それどう？だー、これダメか。メッシ、よしだ。ウトミキヤシ、いやー、もう変、変なことは慣れちゃった。変が当たり前だから。メッシ、メッシも変。こっからこう来たやろ。ペニがマジ、何もかもがいつも通りすぎて何もテンション上がらん。マジで入らない日常が当然やもんな、もはや。そらそう、エンクンク取れる。ネスタ戻せ。メッシ行け。よっしゃ、よっしゃー、よっしゃー、いつぶりでシュートが入るの。うわー、バカ気持ちいい。サイド、エンク戻せ。そう、それでいい。ニスル、こっから行こうぜ。それっすよ、それ。おい、ようやく戻ってきたな。何やこれマジ。おい、一本集大体キレパー出てきたぞ。お前らうんこか。お前、下痢をせき止めてる便秘が治ったら急に原稿出てくるみたいな、うんこかお前らマジで。これが言うとおりじゃん、言うとおり、うんち言うとおりや。最高だぜ、止まらない脱粉が。ニスル、こっち中、はい、ベンガム、タレ、オッケー、通せ、通せ、通せ、いける。それ、それですよ、それだってばよ。相手のうんこ止めろよ。さあ、使ってくるぞ。シャオリー、わかっとんじゃん。おっしゃー、バカルー、ニステルロイ最強。いやー、ブチ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